島県の原発事故を起こした原発から20キロ圏内に、お寺があったんです。田中徳文さんと言います。その原発の場所で、そこに残って、そして本当に命がけで、その地域のために働いておられる方です。じゃあ지금부터는후쿠시마에서오신타나카독인스님의말씀을들으실텐데후쿠시마사고현장에서20km 이내권내에서살고계시면서지금까지나와서목숨을걸고지역활동을하고계시는분이십니다어떤내용을말씀해주실지는아직서로말씀을나누지않으셨다고합니다九州から東北に行ったらその重さと苦しさと厳しさはもう桁外れです。本当に大変な現状は。그러니까九州에서이제동북쪽으로후쿠시마사고있는데가보면정말로그무거움힘드이런무게같은게정말로느껴진다고하십니다本当に深くて何だろう、えぐるような苦しみの中でずっと人々が生きてるんです。あの原発の事故以来ね。그러니까 정말깊고그어려움속에서힘들게살고계시는ふるさとを失うってことがどれほど大きいことですかね。僕らの体はふるさとでできてるんですよ。全ては心もふるさとでできてる。それが本当に住めなくなるっていう苦しさがね、味わらないとわからないと思います。고향을잃어버리게된다는여러분들여기계시는다고향에살고계시나고향을잃어버리게된다는것이얼마나괴로운일인가를이렇게실제로당해보지않으면그자기고향에살수없게살수없는지역이된다는건정말그고통을당해보지않으면모르는것같습니다국군이来て韓国から来ておられる方は韓国で反原発運動にもすごく積極的に関わっている方たちです。여기와계신한국인들은한국에서도탈원전반핵운전운동을열심히하고계시는분들이라고알고있습니다そういう方たちに特にこの福島の波動をですね、これも波動です。この痛みは波動です。ものすごい強い波動です。でそこに生きざるを得ない人たちはそれを乗り越えて生きていくから非常に強いものを持ってるんですね。この波動を、お伝えしたい、感じていただきたいと思って田中徳文さんに今回は来ていただきました。그러니까여기서이제오신분들도그파동후쿠시마에서오는말씀의파동을여러분들이그아픔의파동을여러분들에게전하고싶어서모셨습니다그래서굉장히그아픔을극복해가는그파동을여러분들이한번같이느껴봐주시면감사하겠습니다では田中徳文さんお願いします。東アジア地球市民平和会議、おめでとうございます。東アジア地球市民平和会議、祝賀드립니다。最初に少し自己紹介をさせていただきます。먼저자기소개를간단히드리도록하겠습니다。私と正木さんの出会いは2006年でした。저와마사키상의첫만남은2006년이었습니다마사키상이歩かれたウォークナイン出雲から六ヶ所村まで歩かれたウォークナインでうちも宿にしていただいてその時が最初の出会いでした。마사키상이ウォークナイン으로이제出雲에서六ヶ所까지걸으실때우리절도이제숙소로사용된적이있습니다그때가첫만남이었습니다私はお坊さんですけどもお坊さん以外にも何人か人生で大きな影響を受けた先生がいらっしゃいます。저는스님이지만스님이외에도몇분의인생에큰스승님이계십니다마사키さんはそのうちの大切な一人の先生です。마사키さんは그중에아주중요한분의한분이십니다私はもともとは福島県のいわき市というところに生まれました。
저는원래는후쿠시마현의이와키라는곳에서태어났습니다父は漁師で船乗りです저아버지는업으로서이제고기를잡으셨습니다 배를타셨습니다一般の家庭に育ちましたが高校生の時17歳の時に思うところがあって、仏門に入らせていただきました그렇게일반가정에서태어났습니다만17살때뭔가오는게있어서이제불교에입문하게됐습니다その一つは先ほど正樹さんも自給自足の生活をするようになったのはよく考えて就職したくなかったというのが一つ大きな理由にあるとおっしゃってましたけど私も似ていると思います。그첫번째는아까저농장에서마사키상이말씀하셨는데이제취직하고싶지않아서했다라는게있는데저도그와비슷한경험이있습니다高校生の私にはどんな仕事について、どういうそのなりわいを持つかっていうのが魅力的に感じる職業というのが高校時代の私には見つからなくて제가고등학생때제는어떤직업을선택하면좋을지고등학생인제입장에서봤을때매력적인직업이없었습니다たまたま読んだ昔のお坊さんの本でお坊さんの生き方が権力にも巻き込まれない政治にも巻き込まれないで淡々とひょうひょうと生きていく生き方が自分に合ってそうだなと思ってそれが最初のきっかけでした。그러니까우연히읽게된옛날스님이쓰신어떤책을보고권력에도지지않고정치에도지지않는당당한위풍당당한삶을살고싶은그게저한테맞는것같아서길을선택했습니다高校を卒業した後大学にも通いその後修行道場に行って修行をさせていただきました。修行はトレーニング。モンクトレーニングですね。はい。はい。修行中の生活はとても昔のこの生活です。昔のこのレベル文化水準というんでしょうか。수행중의생활은아주옛날식생활방식이었습니다。そんな生活は現代に育った私にとってはすごくカルチャーショックなことがたくさんありました。그런생활방식은현대문명에서자라난저한테는굉장한문화쇼크적인생활이었습니다一言で言うとすごく無駄がないんです。한마디로얘기하면굉장히이렇게낭비가없는삶이었습니다ちょっと汚い話ですけどもこの排泄物まで再利用します。좀더러운얘기가될지모르겠는데배설물까지재이용하는그런삶이었습니다無駄なものなんて何もないんだっていうことは大きな気づきでした。그러니까낭비할거라는건아무것도없다라는게큰깨달음이었습니다それで修行中にたまたま後継者がいないというお寺に声をかけていただいてそれが南相馬の小高というところにある道慶寺というお寺でした。ご用意しがたくさん出ちゃって、はい、もう一回お願いいたします。はい、修行中に수행중에声をかけていただいたお寺が초청받은절이後継ぎがいなくて声をかけていただいたんですね。그러니까뒤를이을사람이스님이없다라고이제말씀을이제초청해주신데가それが道慶寺というお寺で道慶寺라는절이었습니다道慶寺가되겠죠 Temple's name 절이름はい、南相馬南相馬小高というところです。福島県の南相馬小竹らの周りの統計寺へと初中を받으셨답니다。そこにお寺に入ったのは今から15年前です。그절에들어간게지금부터15년전입니다。修行中そのトレーニングの期間中ももちろん修行なんですけど本当の修行は
シャバに出てから、世の中に出てからが本当の修行が始まりました。수행중에도이제수행이었습니다만、진짜수행은이세상에나오고나서부터가진짜수행이었습니다。私もやはり衣食住をなるべく自分の手に取り戻していきたいなと思って、畑を借りて、まあ、荒れていた畑だったので開墾をして、ゆくゆくは綿を育てていきたいな、自分の着るものも作っていきたいな、ガンジーさんのようになんて思いながら、始めていました。그러니까저도역시의식주문제를원래대로해결하기위해서이제밭을빌려서개간도하고이배틀도짜고하면서살았습니다それと同時に話は少し前後しますけれども修行中に古い新聞を読んでいてガラスを磨くときに古い新聞を使います。その古い新聞掃除中に目が行って見たんですけど東北地方にこれから20年間の間に大きな地震が来る可能性は 98% 以上だと書いてありました。그와동시에이제수행중에제가오래된신문이제유리닦고이럴때오래된신문을읽게됐던데그신문을읽으면서알게된게동북지방에앞으로20년아이에이제큰지질이일어날거라는사실을그신문을보고알게됐던거예 98% って思いました。큰지진이일어날가능성이 98% 라고쓰여져있는걸알고 98% 이러면서갑자기놀라셨다고그건맞지가않고来るよっていうことですよね。그거는틀림없는이제정보였습니다。それで、あ、そういえば家の近くには原発あるな。原発の仕組みも私はよく知らないで、私は今年42歳です。福島の原発は今年45歳です。じゃあ、저는20년전이제그랬는데、그러면、お、우리집근처에원전이있는데、그때는저는원전의구조이런것도잘몰랐습니다。그러니까、저는올해42살인데、福島원전은올해45살이됐습니다。私が生まれた時、すでに原発はありました。제가태어났을때이미원전은있었습니다。でも、ここでもう一回原発について知らないことが多すぎるので、ちゃんと勉強しておこうと思いました。그래서요다시한번오내가원전에대해서아는게별로없기때문에지금부터다시공부를좀해야되겠다라고생각을했습니다。そんなことをしながら畑を少しずつやって、途中結婚もお坊さんなんですけど結婚しています。結婚もしたので子供にも恵まれて一緒に畑をしたり、そういう生活を少しずつ少しずつしていました。그런가운데이제밭농사도짓고이제제가스님이긴하지만결혼도했습니다。그러면아이들도태어나고하면서조금씩조금씩이제생활해왔습니다。そして迎えた3月11日でした。그리고이제맞이한게3월11일후쿠시마사고였습니다。前の日にもその前の日にも大きな地震がありました。그전날에도큰지진이있었습니다。地震が来るたびに私は心臓を締め付けられる、胸を締め付けられるような思いで、もう祈るしかないです。그러니까地震に올때제가할수있는건마음에서기도하는것밖에할수있는게없었습니다。どうかこの揺れが収まってくれるように、収まりたまえと手を合わせて祈りました。그러니까어떻게해서든이흔들림이멈추게해달라고손을모아서기도하는것밖에할수가없었습니다。でもあの日の地震は違いました。그렇지만그날지진은달랐습니다。いつもなら収まるはずの大きな揺れの後収まるはずなのに、その日はさらに激しく揺れました。그러니까평소라면지진이일어나면이게흔들림이있고난뒤에이제진정이되어야되는데그진정되는게아니라흔들림이있고나서더격렬한흔들림이왔습니다。진동인죠。ガラスも割れて、壁にもひびが入って、瓦も屋根瓦も落ちました。그러니까이제유리도깨지고벽에금도가고지붕에뭔가기와도떨어지고。私は直感でこれは
原発もうダメだなと思いました。저는직감으로아이렇게되면원전도이제걸렀구나라고생각을했습니다。そのぐらいもう家の周りの様子も変わっていたんです。그정도로집주변의모습도변해있었습니다。道路が割れて段差ができて陥没しているところもありました。그렇죠이제道路が깨지고이제격자층이막생기면서또저했습니다。すぐに大津波警報というのが発令されました。あ、그리고이제큰지진아津波경보가발발효되었습니다。私は地域の皆さんに声をかけて、大津波警報というのが出てるから山に逃げようと山に逃げました。じゃあ、그래서저는제주변사람한테이제큰대지진경보가나왔으니까산으로도망가자라고해서산으로도망갔습니다。私が預かっているお寺は海からは4キロ離れたところにあります。제가이제맡고있는절은바다에서이제4キロ떨어져있는곳에저주하겠습니다。標高は約10メートルです。標高는약한10미터정도됩니다。予測される波の7メーター以上と言われました。예측되는파도높이는7미터이상이었습니다。それで避難したんですけど。그래서避難을했는데。1時間半ぐらい経ってお寺に戻りました。1時間半지나서이제절로되돌아왔습니다。情報源は電気も停電していましたし、それからインターネットも多分サーバーがダウンしていて繋がらなくて、アナログ回線の携帯電話だけでした。저정보원이라고는이제인터넷도끊어지고인터넷도서버가다운되고정전되고그래서아날로그로밖에정보를취할수가없었습니다。트위터という携帯電話の情報ツールで第一原子力発電所の電源が喪失して冷却が不能になっているというのを無線を傍受している友人が発信しているツイートを読みました。그래서이제트위터를통해서이제전원이끊어지고원전이사고났다라는것을친구의이제트위터로알게됐습니다。4시半の出来事です。4시반의사건입니다。それで、私はその原発の仕組みを勉強していたおかげで、たまたま勉強していたおかげで、冷却ができなくなるのが一番危険なことだっていうのを知っていました。저는우연히이제원전에대해서공부한덕분에원전이냉각기가정지하는것이가장중요한거라는걸알고있었습니다。多分今原発では作業員さんたちがもう大至急集められているはずだけれども、私はそのお寺に帰ってすぐに一番最初にしたことは自転車で海の様子を見に行ったんです。제가생각한건지금원전에서는틀림없이작업원들이열심히작업을하고있겠지만그래서제가이제절에돌아와서제일먼저한게바다의상태를보러가는거였습니다。その時に海から3キロのところまでが海に飲み込まれてしまっている光景を見ています。그때이제바다에서3キロ떨어진곳까지가바다로다덮쳐진것을제가확인을했습니다。原発まで通っている道路は海から2キロのところを通っています。그러니까원전까지연결되어있는道路が바다에서2キロ까지이렇게연결되어있습니다。だから作業員さんたちが電話なんとかで集められても多分作業員さんたちは原発までたどり着けないと思いました。그래서이제작업원들이이제원전까지불려와서이제작업원을불려온더라해도도저히이제원전까지도착하지못할거리가되는これは大変なことだと思って、その原発が冷却が不能になった原発は大体24時間でその再臨界して爆発するというふうにその時は知っていたんです。그래서이거는정말큰일났다라고생각하고냉각기가멈춘지24시간이내에이제원전은폭발한다라는것을그때알고있어서이거큰일이라고생각했습니다。それで地元のお父さん、その長老たちに声をかけて集まっていただいて現状を説明しました。그래서이제지역의어르신들아저씨들을모아서이제모으게해서지금현재상황을설명드렸습니다。でも危機感を
受け取ってくれたのは若いお母さんたちだけで、저그렇지만이제그위기가저이제저상황을설명을해도그위기감을몸으로느낀사람은받아들인사람은젊은엄마들밖에없고その時はこの今のこういう状況今のこういう状況とは全然違う福島のあの爆発の前なので그때상황은福島が폭발하기전이기때문에지금상황과전혀다른상황이기때문에ほとんどの人が原発は大丈夫心配するなと言われました대부분의사람들이원전은안전하다원전은괜찮다걱정하지말라라고말했습니다でも私は原発が爆発してからでは避難するのは遅すぎるそして小さな子供がいる状態でそのパニックに巻き込まれるのはとっても子供がいるというのは不利な状況だと思いましたうん、うん、그렇지만저는완전히폭발하고난뒤에비난하는건너무늦다고생각을해서늦다고생각했습니다그러니까패닉에어떤상태에서든그패닉에빠지지않도록해야된다고생각을했습니다それでその日の夕方子供たちを連れて避難を開始しました그래서저는그날저녁에애들데리고비난을했습니다3日かけて3일걸려서1000キロ離れた福井県までなんとかたどり着きました그러니까3일걸려서1000キロ떨어진福井県이라는곳으로이제비난을할수있게됐습니다その頃にはあちらこちらで休憩をするたびに仲間たち若いお母さんたち特にが合流して人数が増えていました그래서그무렵에는휴게소에서쉬면서젊은들과교류하면서이제인원이자꾸자꾸늘어나게됐어요피난福井に着いた時には30人ぐらいになっていて福井에도착했을때는한30명정도로인원이늘어나가지고そのうちの一人が熱がありました赤ちゃんで熱がありました그중에어린애한명이열이있었습니다移動するのはもう限界だなと思ってとりあえず福井に大きな宿を無料で借りることができたのでそこに落ち着きました그래서이제이동하는건좀힘들다라고이제모르겠구나생각을하고흑구이현에서이제큰숙소를빌려서거기에이제멈추게됐습니다私もほとんど3日間寝ていなかったので少し休みたかったですけれど絶えず福島の人たちと連絡を取っていました저도이제3일간거의못잤기때문에좀쉬고싶다라고생각을했는데그럼에도불구하고끊임없이흑구시마분들하고이제연락은하고있었습니다みんなガソリン逃げたいんですけどガソリンがなくて逃げられない状況がありましたじゃあ모두도망치고싶었기는한데기름휘발유가없어가지고도망을피난을못하는상황에사람들이많았습니다だから本当はいけないんですけど私の車にガソリン満載して その仲間たちがガス欠で止まっているガソリンがなくて止まっているそのパーキングエリア駐車場そういうところに行って少しずつ給油をしてということを何度もしました그래서사실은갈수없는곳이지만제차에이제가솔린을만땅으로넣어가지고친구들이못오는주차에있는주차장이런데까지가서조금씩나눠서해주고그걸몇번이나하셨답니다風向き原発が爆発した後ですから風向きと天気を気にしながら그러니까원전이폭발한직전이기때문에이제바람의방향풍향이런걸신경쓰면서이제계속이동하게되는거죠そして私にはたくさんのその自然に対しての思いやりや意識を高い意識を持っている先輩たちがいっぱいいるので爆発してすぐ福井県に私が避難しているっていうのを知って放射能を測る線量計を持ってきてくれた先輩がいました그러니까저한테는자연을배려하고자연에대한깊은의식을갖고있는선배들이많이계셔서제가후쿠이현에이제피난에있다라는것을알고이제선량계방산서선량계를보내주기도했습니다使い方のわからない機械でしたけれども 0.6 マイクロシーベルト以上のところは法律では一般に立ち入りが禁止されている放射線管理区域って言われているところで
제가 익숙하지 않은 기계이지만 0.6 이상 마이크로 시벨트 이상 지역은 입장할 수 없다라는 것은 알고 있는 거였어. 입장 금지, 출입 금지 지역이라는 것을 알고 있어서. 소시테 3마이크로 이상의 ところには 人はいない方がいいと 言われました. 그러니까 3마이크로 이상 지역은 사람이 없는 게 좋겠다라는 얘기를 들었습니다. 근데 福井県からあちこち給油して、そしてまだ少しガソリンが残っていて郡山に入った頃4マイクロを超えました。 그러니까 福井에서 이제 급유를 하고 이렇게 했는데 4마이크로까지 이제 선정제받은 4마이크로까지 올라왔습니다. 근데 私のお寺があった南相馬はそこからさらに2時間原発に近づかなければいけません。 그렇지만 이제 제가 있는 미나미소바의 절까지는 앞으로 또 2km 더 가야 되는 곳이었습니다. 도대체 怖かったですけれど 되게 무섭기는 했지만 お世話になった人たちがまだまだたくさん残っているのに 제가 그동안 쭉 신세를 졌던 분들이 아직도 그곳에 많이 남아 계셨기 때문에 放ってはおけませんでした. 그냥 내버려 둘 수는 없었습니다. 答えは決まっていました。答えは정해져 있었습니다。 あとはどうやって自分の心とその恐怖と向き合うか。 자, 앞으로 이제 남은 건 이제 어떻게 내 마음속의 공포와 이렇게 마주할 것인가? 각본이 決まったなんてそんな綺麗な感じではないです。 그러니까 답은 정해져 있었기 때문에 그렇게 아주 아름다운 이렇게 마음은 아니었습니다. 수지가 올라가っていくたびに 숫자가 올라갈 때마다 이런 느낌이었습니다. 이야테무라를通った時には 15마이크로시벨트ぐらい超えました. 그러니까 심할 때는 15마이크로벨트까지 막 올라가고 그랬습니다. どうなるのかなと思いながら 어떻게 될 건가 생각을 하면서 それでみんなが避難していた体育館を利用した避難所に ようやく着きました. 그래서 여러분들 모든 분들이 이제 피난에 계신 체육관으로 겨우 도착을 하게 됐습니다. みんななるべく肌を露出しないように そしてマスクを二重にかけて 帽子を深くかぶったりしていましたけれど 正直こんなの避難になってないと思いました. 그러니까 모두가 이제 피난 저거 하지 않도록 마스크도 끼고 피부에 닿지 않도록 방사선 닿지 않도록 기분을 입고 했지만 이렇게 그렇게 뭔가 피난이 되고 있다라는 느낌은 모자도 깊이 눌러 쓰고 마스크도 막 하고 그랬지만 뭔가 피난이 되고 있다라는 느낌을 받지는 못했습니다. 나카니와 이치하야쿠 피난시타 와타시오 피난스루 히토모 이마시타. 그 중에는 이제 재빨리 피난한 저를 비난하는 분들도 계셨습니다. 데모 아타시모 小さな子供がいたので申し訳なかったけど自分で思ったその直感で動かしてもらったっていうことも伝えました。 그렇지만 저도 어린애가 있고 어쩔 수 없어서 제가 직감대로 제 직감대로 피난했다라는 것을 여러분 그분들한테 설명을 드렸습니다. そうやって謝ったらその人もそうだよなって分かってくださって、まあお茶でも飲んでけよってお茶を勧めてくれました。 그랬더니 이제 그분들도 아 그렇지라고 이해를 해주면서 이제 차라도 한잔 해라라고 해주면서 이제 이해를 해주셨습니다. 근데 正直なところこの水はどこから来てるのかなってそれもすごく私は気になりました。 그렇지만 솔직히 말씀드리면 오차를 주셨는데 이 물은 어디서 왔지라고 하면서 그것조차도 이제 되게 신경이 쓰이고 걱정이 됐습니다. 근데 お茶もそれからおにぎりも出していただいたんですけど、それもいただかないとその場の空気には溶け込めないなと思って、考えずにその考えも手放していただくことにしました。 그렇지만 역시 주시는 차나 주먹밥 이런 걸 안 먹으면 그 분위기에 내가 녹아들지 못할 거라는 걸 알아서 이제 주시는 걸 그대로 먹고 받아들고 받아 먹었습니다. 그다음에 一人暮らしでその体育館などの避難所にいる人たちのケアを中心に活動しました。
그후에는이제혼자사는분들의로서이제체육관에피난하고계시는분들의케어를중심으로이제활동을했습니다人によっていろいろですけれど、欲しいものをちゃんと口に出せる人と、それから遠慮してしまって我慢してしまう人と、そういう人がいます。그렇게이제사람에따라다양한데이제자기가원하는사람중에자기가원하는걸직접이렇게말씀하시는분도계시고이제상대를배려해서말씀을안하고꼭필요한게있어서꼭참고계시는분들도계시고그랬습니다특히동북의고령자の方たちは我慢してしまうんです특히이제동북의어르신 노인분들은이제참는편이십니다대부분だから何か困ってることない、服はちゃんと着替えられてる、足りてるって、そういう話をしながらみんなに声をかけて回りました。그래서이제가래블록같은걸이제말을걸어서이제필요한걸이제듣고그랬습니다で福島から福井までおよそ1000キロ離れているんですけど、行ったり来たり、たまには家族の顔を見に帰りながら、そういう生活を約2年続けました。그러니까후쿠시마에서후쿠이까지약 1000km 되는걸가족들을보기위해서왔다갔다하면서이제후쿠시마에서활동을지원활동을했는데그런생활을약한2년정도했습니다근데距離があまりにも遠くて、私も体力的にも、そしてやっぱり精神的にも、子供たちも一緒だと思うんですけど、ちょっと一つの限界のようなものが来ているのを感じたので、家族で話し合って福島県に、もう少し、私と妻の実家があるいわき市に、近づこうということになりました。그래서이제거리가너무멀고 후쿠시마에서후쿠이까지그다음에멀어서왔다갔다하는게너무제가체력적으로도정신적으로도이제한계에와있다라는걸느꼈습니다그래서애들하고도얘기하고이래서애들도마찬가지라고생각하는데가족들과대화를해서후쿠시마현의이와키시제고향인데그가까운곳으로다시돌아갔습니다이와키시와원전から南におよそ 50km です이와키시는원전에서부터남쪽으로약한 50km 정도되는곳입니다たくさんの人が一時は避難しましたけど、また1ヶ月、約1ヶ月後には戻って生活が始まっている町でした。그러니까대부분의사람들이처음에는다피난을일시적으로피난을했지만이제한달정도후부터는다시다돌아와서생활을하고있는지역입니다それから避難地域から、避難に指定された地域からたくさんの人たちがまたいわき市にも避難されていて피난지역에서많은분들이또한이래이와키시로피난해있어가지고もともといわき市に住んでいた人たちに加えてプラス2万人ぐらいの人たちが원래이와키시인구에서피난인들이한2만명정도더늘어나게됐습니다避難していて非常にこう、なんだ、込み入った状況그러니까굉장히복잡한상황이되는거죠2만명이원래있던도시에서2만명의인구가더피난해왔으니까굉장히복잡한상황이됐습니다이와키시에피난하는것도すごく가족でも話し合いました그러니까이와키시에서이제피난하는것도가족들과이제많이얘기를했습니다3ヶ月ぐらい何度も何度も話し合いました세달동안꽤많은대화를나누었습니다本当は子供たちは遠くにいた方がいいんだろうなと思います。사실은애들은되도록이면멀리가는게좋겠다고생각은했습니다。だけど私たちは今を、今この瞬間、今を精一杯生きようと。그렇지만저희들은지금이순간을최선을다해서살아보자。やっぱり離れて生活していても、역시떠나서생활을하더라도もしかしたら病気になるかもしれないし、怪我をするかもしれないし、明日何が起こるかわからないのが私たちの生活ですよね。그러니까떨어져살아도내일병이날지도모르고부상을당할지도모르고내일어떤일이일어날지모르는게우리들의인생이지않습니까だったら今日
今日をなるべく笑顔で、家族で生きようと。그렇다면결국오늘오늘이순간을웃는얼굴로가족과함께최선을다해서살자そうしていわきに移って今で3年半経ちました。그렇게해서이제이와키로돌아와서올해지금이제3년반됐습니다今は朝早くに起きて、お寺まで片道1時間半車で、移動しながら、日中はお寺にいて、お掃除をしたり、あとは、悩み事を抱えている人たちが非常に多いです。そういう人たちの話を聞いています。자지금은아침일찍일어나서이제편도1시간30분걸리는절에이제가서청소도하고그다음에고통을호소하러오시는분들이계십니다그런분들의이야기도듣고있습니다例えば、お寺のある場所は農村部なので、農家さんが 80% 8割です。예를들면제우리절이있는곳은농촌지역이어서농가가 80% 이상이됩니다3세대동거3세대의오예코가동거しているという家も珍しくありません그러니까3세대가동거하고있는가구도그렇게드문케이스가아닙니다でも原発事故の後はお年寄りは福島県そして相馬地方にとどまりながら若い世代は遠くに避難している。그렇지만이제원전사고에노인들은福島에남고젊은세대들은멀리피난하고가족이2カ所3カ所と分かれて生活するようになってしまいました그래서이제가족이두곳세곳으로이렇게나누어져서생활을하게되버렸습니다みんなそれぞれにそれぞれの家庭で選択を迫られています。그러니까모두제가각각의생활에이제쫓기고있는거죠첫번째선택은どこに住むかです첫번째이제선택은어디에살것인가近くを選べば知ってる人顔なじみの人それから見慣れた景色に囲まれて生活ができます그러니까근처를가까운곳을선택을하면이제익숙한사람들익숙한지역에서살수가있게됩니다ですが放射能の不安があるでしょう。그렇지만이제방사능의위험이불안감이있는거죠。離れて生活すれば、떨어져서이제생활을하게되면放射能の不安はない減るのかもしれません。방사능에대한두려움은이제줄어들지도모르죠。でも知ってる人が誰もいなくてなかなか若い人はいいかもしれないけどお年寄りが年を重ねてから知らないところで生活をゼロから再建するというのはとても大変なことだと思います。그렇지만이제떨어져서살면불안방사능에대한불안감은없어지겠지만아는사람도없게되고젊은사람도모르겠지만노인분들은전혀모르는아는사람도없는곳에서새로운출발을해야된다는건이게대단한고통인거죠特に農家さんは農業をされていた方はこの土に根っこが張っているので、その農業すらできないで今それぞれの場所で避難している状況です。그러니까특히이제농가분들은땅에발을디디고계신분들이기때문에농사조차할수없는이상황은굉장히이제고통스러운상황인거죠今は5年半経ったので少しだいぶこの落ち着いてきて、みんなもう元のように農業をすることは難しいんだなということもお年寄りもだんだん分かってきて、大きいプランターに何かや作物をちょっとだけ自分が食べる分を作ったりおばあちゃんは花を植えたりしています。그러니까5년반이지난지금은이제노인분들도이제조금안정되기는했는데예전처럼농사를지을수는없다라는것은이제노인분들이이해하시고
이제큰플랜트농사들자롤지으면서이제자기가먹을것은좀재배하는정도입니다福島では例えば疲れても地べたに腰を下ろすっていうことはこれはできないです。그러니까福島에서는좀피곤해도땅바닥에이렇게눕는다든이런거는할수가없습니다下に物を置くっていうこともしない方がいいと思います。그러니까밑에뭐물건을놔두는것도이제안하는게좋겠다라는상황입니다自然にあこの辺は放射能高そうだなとかこの辺は風通りいいからちょっと大丈夫そうだなとかそういうことを気にしながら生活するのがもう当たり前になって5年半経っています。그러니까자연스럽게여기는방사능이좀많겠네여기는바람통하는게통풍이잘되니까여기는방사능이좀좋겠네이런걸신경을쓰면서생활하는게자연스러운일이돼버렸습니다5년반이지나는동안에そういう状況ですけれどもやはり帰りたいって思う人もいます。그런상황임에도불구하고역시돌아가고싶다라고생각하는분들이계십니다특히고령자와특히고령자분들은가설주택이나피난소では死にたくない그러니까가설주택이나피난소에서죽고싶지는않다라고말씀하시면서おっしゃってます말씀하십니다今年の7月12日に、私のお寺のある地域は避難指示が解除になりました。저올7월12일제가있는절은이제피난지역에서피난지시가해제되었습니다。でもそれがイコールそこがもう大丈夫だよっていうことではないと思います。그렇지만피난지시해제가아요지역이안전하다괜찮다라는의미는아닙니다。大切なのはあの地域の皆さんと話している中でお伝えしている大切なことの一つでそれは自分たちで考えていこうということをよく話しています。그러니까중요한것은이제지역분들하고이제이야기할때자주제가강조하는것은스스로이제생각해서선택을해야된다라는걸강조하고있습니다大事なことを人任せにしてきてしまったその結果が今回の原発事故にもつながっていると思います。그러니까중요한것을중요한선택을다른사람한테맡겨버린결과가지금의あの원전사고다라는이야기를합니다。話を聞くと長老たちに話を聞くと最初はみんな反対していたそうです。그동네어르신들얘기를들어보면원전사고가났을때처음에는모두가다반대를하셨답니다。50年前。50년전에。ご先祖様たちは山と海で生活してきたって。그러니까우리조상님들은산과바다로이제살아왔다고대조상대대로。だから山と海があれば生活できるんだって。그러니까산과바다만있으면우리는살아갈수있다라고반대를하셨답니다。それは今でも岩井島の皆さんが言っていることと同じことですよね。그것은지금岩井島에많은분들이말씀하시는거하고전부딱같습니다。だけど。ちょうどその頃日本は高度経済成長と呼ばれる時代で。그렇지만그무렵에일본은고도경제성장이라고불려지던시절로。若い世代の人たちはそのお父さんお母さんたちに日本が発展するのには電気が必要だと説得したそうです。그러니까그지만그때그시절의젊은세대들은엄마아버지한테일본이발전하기위해서는전기가필요하다라고하면서엄마아빠를설득했다고합니다反対していたお年寄りたちは若い自分の息子たちがそういうふうに言うならということで納得をして一人意見が裏返り二人意見が裏返りというふうに気がついたら原発の話題を出すのはその地域ではタブーになっていく。그러니까이제처음에는반대를했는데그반대를했던노인들도이제자식들이그렇게얘기를하면이렇게해서조금씩조금씩이제설득을당해가지고정신차리고보니아그지역에후쿠시마에서원전얘기를하는건거의터부시되는그런상황이되어버렸답니다そしてもう少しその話が続くんですけど그이야기를계속이어서좀말씀드리면その地域では学校で高等学校で優秀な成績を残すと
그학교지역학교의고등학교학생들이우수한성적을남기면위から10人は무조건で東京電力に就職できた무조건으로東京전력에10명은취직할수있게됐답니다これ40年続いています。그게40년간계속됐답니다多分福島だけではないと思います。아마福島만은아닐거라고생각을합니다。家族は大喜びです。一流企業に子供が無条件で就職できる。学校もそれを誇りにしていました。그러니까부모님은되게기뻐하셨다。무조건10명이이제대기업에취직할수있기때문에。그다음에학교도되게기뻐했었다고합니다。そうやってその地元との、まあ、深い関係というのが築かれていったんだと思います。아그런식으로해서이제원정과지역의깊은관계를맺어가게됐다고생각합니다。そしてね、原発がああやって爆発してしまって、みんな今までの価値観が大きく揺さぶられました。그러니까이제그렇게해서이제원전이요폭발하는데이르러서는여러모든사람들의가치관이이제흔들리게된거죠。ある人は昔のことを思い出して、またある人は自分の今までの人生何だったんだろうと大きく反省したそうです。그러니까그옛날일을떠올리면서어떤분들은내인생이라는게지금까지내인생이라는게뭐였는가라면서이제반성하기도한답니다。私は避難する人も避難しない人もそれぞれの判断でいいと思います。저는피난하는사람도피난하지않는사람도각자의판단으로충분하다고생각합니다。みんなの意見が尊重されていいと思います。모든사람들의의견이존중받아야된다고생각을합니다。みんなこの5年間すごく悩んで出した答えを精一杯生きているからです。그러니까모두가진짜5년간고민을하고이고통을겪어왔고그런끝에낸대답이기때문이라고생각합니다。때문입니다。お母さんたちは特に努力をしています。어머님들은특히더노력을하고계십니다。先ほどの同胞証人のお話や昨日の正樹さんのお話にもありましたけれど、私たちは環境の一部なので、環境が汚染されてしまえば、いくら防ごうと思っても私たちも当然汚染されていきます。그러니까아까도법스님도말씀하셨고어제마사기선생님도말씀하셨던것처럼우리들은환경의일부이기때문에환경이오염돼버리면우리가아무리막으려고해봐도막을수가없습니다。우리가오염되는건막을수가없습니다。なるべく取り込まないように努力はしていますけれど、お母さんたちはもっと先を行っています。그러니까가능한한우리가거기에말려들지않으려고노력을하지만어머님들은훨씬더그보다훨씬더앞서가고있습니다。入ってくるものはある程度は防げてもそれ以上は防げないから、今度は逆に出す力をつけるんだと。그러니까들어오는것은어느정도노력해도어차피막을수없기때문에지금부터는이제다내보내지않도록합니다。免疫力を高めるんだということで食生活を見直しています。何を高める？免疫力食品발효식품あとは自然のその環境の人たちというのか、自然の木植物虫たちにも
非常に迷惑をかけているので、彼らにも謝りながら、そして私たち同じ過ちを繰り返さないので、どうぞ守ってほしいということも伝えています。그러니까자연환경식물벌레이런들에도또이제우리가많은피해를끼치고있으니까그런것들에게도이제사과하면서우리를좀용서해주고우리를좀지켜달라고기도하면서있습니다 それから最後に一つだけ、はい、그러니까마지막으로이제한가지더말씀드리겠는데私この夏、原発の爆発事故のあと初めて長期間の休みを取りました。저는이번여름에원전사고이후에이제처음으로긴휴가를좀냈습니다 1週間일주일정도広島に子供たちを連れて行ったんですけど広島へ애를데리고갔는데まあ原爆ドームを見せたかったのがあったんです。それから核の話をしたかった。原爆ドームを、はい、見せたかった。子供たち애들한테이제広島에있는원폭ドームを보여주고싶어서갔습니다。それはとてもいい思い出になったんですけれども、그거굉장히좋은추억이됐는데5日目ぐらいから私の体が変わってきました。한5일째되는날부터이제제몸이변했습니다。忘れていた元気を取り戻した感じでした。잊고있던기운을되찾은그런느낌이었습니다。この仕事がしたくてしょうがないくなるのかな。막일을하고싶어지는그런기분이랄까。体を動かしたくてしょうがなくなる。그러니까억수로일을막몸을막움직이고싶어지는그런기분。私もともとそういうタイプだったんですよ。もうやりたくてその衝動に駆られて体を動かすっていう人間だったのに。저는원래이제몸을막움직이면서막하고싶어하는그런인간이었는데この5年半はそういうこともすっかり忘れていて、やらなきゃならないと思って動いていたところがたくさんあって、그러니까이5년간은그런걸다잊어버리고해야될걸하는그런생활이었는데本当は保養は2週間するとだいぶ効果が上がるそうです。사실은이제보양휴양은한2주일정도있으면되게효과가있다고말해줍니다。ですから保養の大切さっていうのを改めて実感したことと、それから그러니까이제보양의소중함중요함을새삼스럽게깨달은 시간이었고それから皆さん自身も福島から離れて生活していてもやっぱり休むことというのがとても大事な、心と体のバランス、そして自分自身と向き合うという時間をしっかりと取るということがとても大事なんだなというのを実感しました。그래서여러분들도후쿠시마에서멀리떨어져있긴하지만잠깐몸과마음의균형을위해서쉬는것쉬는것이얼마나중요한가를제가실감하게됐습니다。そのあたりをちょっと今日はお話しさせていただいて、一度話をくくらせていただきたいと思います。ありがとうございました。じゃあ오늘여기까지말씀드렸습니다。あと聞き足りない部分とか質問があったら、後で今日も明日も明後日もありますので、ゆっくり深めていきましょう。더얘기하고싶거나질문하고싶은게있으시면오늘또내일또모레도계속있으니까계속깊이이제대화를하도록합시다。ありがとうございました。